まあ見ましょう。白い巻貝。次はどこでしょう。え、お姉さん。お姉さんを放っておけない。ですよね。え？いや、お姉さんもなんだけど、これ何？いや、こっちの方が重要だよね。お姉さんの鈴を拾った？え？え？え？大丈夫か？お姉さん、人間なのか？麦、また隠れてやり過ごす。あ、小鳥お化けだ、完全に。いや、やっぱりそうだよな、毎回小鳥お化けに遭遇してるんだよな。あの小鳥お化けに遭遇したかったのは一体何だったんだ。何をしている麦。追っ払った、強いな。お姉さんがいた。お姉さんがいた。お姉さんが苦しんでたらいきなり。もしかしてあれが呪い？私も朝が来たらお姉さんみたいに。どうすれば？セーブ、セーブしました。もう一回セーブ。セーブ完了。謎は謎のまま。あのお姉さん、結局どうなってしまったんだ？苦しんでいたけど、僕、ゆずと会ってるんだよな。思い出がついになくなった。このあと一つが何なんだ。時間は4時前、ギリギリ間に合う。呪いを解く方法がわからない。あと一つ何があるのかもわからない。え、お姉さん、私を吸う方法、異業化してってる。君にできるわけがない。呪いを解くということは、あのお姉さんをやらなきゃいけないってこと？鏡はどうなってる？わあ、呪われた姿で私が映ってる。もうまともに鏡にも映らなくなってしまった。まだ行ってないところはどこだ。思い出を見つけた。だけど、
あと一つがないんだ。呪いを解く方法は知ってるはず。これも OK。さっきやったってことか。あと一つ。何かを見つけていない。ここらへんだな。ここら辺行ってないというか、行けなかったもんね。港とかあったけど。いやでも結局これは竹林側だったというか、あと、結局団地側に行く境界線だったんだよね、きっと。まあ、一旦ここ行って、まだ行ってないのはここだけだ。神社。あら、通れない。こっちから行かなきゃいけないか。入れはしないね。神社の境内でゴミを捨てないでください。神様はいつもお空から見ておられます。これが断り様、断り様じゃない、小鳥お化け。やっぱ神社ってなると断り様が先に出てきてしまうな。まだ行ってないところに行かないと新しいものがない。港行ってないもんな。港行ってみるか。うわ、なんだなんだ。めっちゃ白くなる。なんだなんだなんだ。わ、あいつら消えないの？あ、消えた。な、だいぶ姑息な手。うわあ。酒蒸し。赤い貝殻。深い霧の中にいた貝のお化けが出てきた。へえ。レアっぽいの。でも結局、思い出のアイテムとかではないな。今までさ、手に入れてきた思い出を思い出すためのアイテムって、偶然見つけてきてるからさ、探して見つけてきたわけじゃないんだよね。行くか。電車。電車が参ります。通り抜けるの的。部員さん。
また何かの部品。次で最後なのかな？ここ行ってる。じゃあ別の方向。ていうかここら辺、あれか？違うな。ちょっと違うか。手にベがついてるやつ。開いたところかと思ったんだけど、違った。大丈夫か、ここ。いや、何にもなかった。何の成果も得られなかった。これ以上はもう何もなさそうだ。やっぱりこの港の方に行ってみるしかないか。行きましょう。もう望みはそこら辺しかないんじゃない？びっくりした、忘れてた。あ、でもそういえばこっち行ってないか。こっから奥。でも何かとつながってるわけではない。つながってるけど、何かがあるってほどでもない。あ、ネズミいるわ。追いましょう。こっちか。パズルも欲しいからね。もうやられてたまるか。これ絶対やられんのね。どうすりゃいいんだ。絶対やられる電車。めちゃくちゃ追いかけてくるじゃん。落ちてくるもんね。もう少しだ。海の近くの神社って言ってた。あ、ここか。お姉さんの正体もわかるぞ。わあ、それは、よし。もう見つからないよ。どういうことだろうか。どんどんここの思い出への絵のところも鮮やかになっていく。港も通り過ぎてるし。くすんだ貝殻、これについて何か思い出せるかも。最後の1ピース。ほんのり海の匂いがする。